どうして追いかけてくるのかな。さあ、大事な引き継ぎだ。張り切っていこうじゃないか。そうだね、シャトラとは十二神将の集まりで会ったことはあるけど、ちゃんと喋るのは初めてだよ。でも心配ないさ、僕だってこの1年で年神を務めて成長したわけだからね。さてと、牛神宮はどこに。ああ、そうだった、牛神宮の本社は牧場だったね。牛がたくさんいるのかな。のんびり屋のシャトラが育ててる牛ならきっとおとなしくて可愛いんだろうね。そう思ってたのに、どうしたんだろう。すごい剣幕で追いかけてくるんだけど。いやみんな、僕ビッキー、君たちと仲良くなりたいんだ。なんだか怒ってるよね。一体どうして。僕は何もしてないよ。牛さんは根の神が嫌い。昔の根の神が牛神を怒らせちゃったから。そんなの知らないよ。うわどうしてこんなことに。どうしよう、ネズミ見なしてシャトラさんと話すなんて絶対に無理。私なんかと違って血筋バッチリのキラキラ十二神将だし、向かい合ったら緊張で吐くかも。なんでこんなことに。牛さんからも嫌われるなんて。うつい。とにかく、まずはネズミミを探して。私が、どうしたの？やっ！ずっと、うつむいてたけど、大丈夫？ずっと、ということは、ずっとそこにいらっしゃった？あれ、私がビカラだって気づいてないのかな。よかった。ダメ。落ち着いて、まずは自己紹介しないと。あた、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 
あ、ダメ、言葉じゃなくて別のものが口から出ちゃいそう。牛乳に相談する？え？おいしい牛乳を飲むとね、心がほっこり落ち着くよ。はい、どうぞ一緒に飲もう。そっか、根の神のビカラちゃんだったんだね。はい、すみません、その、一応ビカラです。ごめんね、私気づけなくて。いえ、そんな、かしこみです。自己紹介もろくにできない私が悪いっていうか。でもなんだか肩の力が抜けてきたかも。ビカラちゃんは旅してるんだよね。そうなんです。団長さんっていう方の気空団でお世話になっていて。旅楽しい？そうですね、明るい方がたくさんなので。私はうつい時もありますけど、でもみんな優しいですし、一人じゃできなかったいろんな経験ができましたし、だから楽しいです。一緒に旅しようって誘ってくれた団長さんにはすっごく感謝してて。ごめんなさい、ペラペラ喋ってしまいました。しビカラちゃんは王子様を見つけたんだね。王子様？その団長さん、きっと運命の出会いだよ。運命ですか？羨ましいな。末永くお幸せにね。味ですね。お牛様の活力だから。こうやってのんびりするのが私は好き。そうですね、一面の緑に囲まれていると自分の悩みが
ちっぽけに思えます。気まずくはないかな。なんだか不思議な感じ。見て、あの雲。お空に牛乳をこぼしたみたい。多分ですけど、雲って全部そんな感じなんじゃ。あれれ？確かに、そうかも。あしししそうしたら、なんとそのラカムさんは偽物だったんです。わあ、獲物語もびっくりな展開。ネズミ耳なしでこんなに喋れるなんて初めてかもしれない。ああ、楽しいな。このままずっと牧場でシャトラさんと過ごそうかな。で、違う違う、私にはやるべきことが。あれ、何しに来たんだっけ。肩の力と一緒に記憶まで抜けて。ごめんなさいって許してくれる？あ、いえ、お気になさらず。元はといえば昔の根の神が何かやらかしちゃったみたいだし、このネズミ身が戻ってきただけで私は十分ですから。ネズミ身を取り戻す使命も果たしたし、僕はそろそろ帰るとするよ。そっか、ま
根津神宮に招待するよ。特等席でパレードを見てくれるかい？ママとパパと一緒に行くね。うん、待ってるよ。それじゃあ名残惜しいけど、僕はこれで。ちょっと待って、とっておきのもの、リカラちゃんにあげるの。まさかお土産にあの牛乳で作った絶品のチーズをくれるなんて。美味しいに決まってるよね。毎日一口ずつ大切に食べないともったいないよ。シャトラと仲良くなれて本当によかったな。さてと、年末のお役目に向けてもう一頑張り。ん？お役目？しししビッキーと握手しちゃった。恋愛運も上がるよね。手を洗うのがもったいないの。どうしたんだいシャトラ、なんだか機嫌がいいみたいだね。根の神のビカラちゃんがご挨拶に来てくれたんですって。こんな偏僻な島まで、随分律儀な子だね。そうよね、牛神宮はいろいろと特殊だから、お仕事の引き継ぎは必要ないし。うちに寄ってくれたら一緒に夕飯でも食べながらゆっくりお話できたんだけど。ビカラちゃんは王子様との旅があるから。それに私ね、ママとパパの分までたっくさん仲良くなったよ。確かにシャトラの顔を見る限りその通りみたいね。うしししパレード、とっても楽しみ。